青子とは、不栄養化が進んだ、故障等において、微細藻類が大発生し水面を覆い尽くすほどになった状態、およびその藻類を指す。粒子状の藻体が漂って水面に青緑色の子を巻いたように見えることから、青子と呼ばれるようになったと考えられる。青子が大発生した、津久井湖水の花の位置形態で、卵巣だけではなく、緑巣や緑虫によるものも、 青子と呼ぶ場合もあるが、近年では、卵巣主体である場合を指すことが多い。花肌しいものは、ペンキに例えられるほど色が濃くなる。かつて、青子の故障は、構成層類の代表種ミクロキスティスアエルギノサの別名として使われた。この卵巣は、ガス砲を持ち、寒点質で覆われた軍隊を形成するため、青子として観測されやすい。故称や環境、 季節によって観察される種は変化する。以下はよく見られる俗名。青子が発生すると様々な不都合が生じる。人間社会においては、故障自体の利用障害となるほか、取水源として利用する水道水の異臭、意味の原因となったり、さらには人や家畜への健康被害も懸念される。また、故障周辺の生態系など自然環境を損なう恐れも高い。 上水場での高度処理など各種の対策が研究、実用化されているが、青子そのものを減少、消滅させるためには、故障の不栄養化を解消するなど根本的な対策が必要となる。すなわち下水処理における脱輪、脱窒素の高度処理の導入、流域のうちでの肥料使用量の適正化などである。一方、対象を両方的に青子を 増殖抑制あるいは除去する技術の例として、組み上げろ、過信層バッキリュ酸銅などの殺毛剤の利用バクテリアを利用炭素繊維と鉄を使った除去装置。2011年に立林、筒じが岡公園で実証実験。超音波により青湖を破壊。2013年には実証試験が八郎湖で行われた。超高圧水中衝撃波など様々あるが、 低コストで実用的な手法は得られていない。ありがとうございます。